影になる、影になる。こんばんは。こんぐらい。こんばんは。こんばんは。今日メイクしてるから。ちょっと遅れちった。ごめんなさい。10分も遅れちゃいました。すいません。ごめんなさい。髪染めてない。染めてない。やっぱでも光によってすごい明るく見える。なんでだろう。全然明るくないのに。でも根元が真っ黒。三色って言われたからやっぱでも三色に見えるな、確かに。ピエン。ご飯食べてきたからお腹いっぱい。美味しかった。お腹いっぱい。まつげ上がってる。そう、メイクしたからまつげ上がってる。うんうん、綺麗でしょう。いや、今日メイクうまくいったんだよね、そういえば。耳キルンキルン、やった。最近のメイクはカラコンしなくても盛れるんですね。うどんは食べてない。今日は夜はうどんじゃなかったんだ。最近のメイクはいい感じなんですよ。だからカラコンしなくてもいい感じなんだけど、ちょっとカラコンも久しぶりにしたいなーのお気持ち。ちょっと待って、カラコン OK だよ。みんなカラコンしてるよね。ひなちゃんとコヒはカラコン不定期人間したりしなかったり。してる人の方が多いんじゃない？してないのさえちゃんぐらいじゃない？ここ最近さえちゃんとひなちゃんぐらいじゃないかな。さえちゃんは透明から、透明だからね。私とコヒちゃんはうん、する日としない日みたいな。さえちゃんは一回もしてない。アンレームの MV の時だけ。つけるならカラコンはなんだろう、さっちゃんコンタクトはしてるよ、目悪いからね。なんだっけ、カラコンはレビア、リベア、レビアみたいな名前の、レビアみたいな名前のやつのナチュラルなやつ。使ってなさすぎて名前が出てこない。全然名前が出てこない。ちょっと待って。ちょっとあれ取っていい？携帯立てるやつ。あれ？向こうに携帯立てるやつ入れたか忘れ
最悪、今日暗いまんまだわ、光が入らないまんまだ、影になる。ほらめっか、縦にしたいんだけど、あ、縦でもいいか、これでいいや。ちょっと高いな、やっぱめっか。カラコンは、そう、今日中華鍋なんだよ。そう、カラコンはね、レビアのあれ、え、痛い痛い、レビアのあれです、あれ、なんか人気なやつ、ナチュラルで人気なやつ、あれですね、あれあれ。やっぱ中華鍋だとそう火力違うわ、結構。おマイクこれ下にしたからかな、音が、あー、やっぱ、ね、横に立って、横じゃないとダメか、よ、これでいいでしょ。なんだかな、それかチューズミーのベイビーブラウン、とかチューズミーのベイビーブラウンとか、あとそのレビアのやつとか、なんか私大きいのなんかつけると全然ダメなんですね、目が。目が小さすぎてですね、あの10カラコンってサイズあるんですけど、 13.434 つけたらもう目が本当に宇宙人になってしまうんですよ。そう、だから 13.0 とかめっちゃちっちゃいのじゃないとカラコン合わなくて、そうだからあんまカラコンもつけないんですね。結構みんな大きくても盛れるから羨ましい。いや、そう、普通ありつけた暁には、あ、でも最近つけてたのなんか結構はっきりしたやつでした、普通ありめなやつ、なんか適当にドンキで買ったやつで、何のやつか覚えてない、1ヶ月のやつで、適当なやつ。そう、あ、でも縁結構はっきりしたやつ最近つけてたけど、なんか宇宙人って感じだからあんまりつけてないな最近は。明日の髪型はハーフアップかな、編み込みのハーフアップにします。明日は感じ、するって決めてるんで、明日はそれにします。つけなくても可愛い、カラコン優しいね、みんな褒めてくれて優しい。めっちゃ優しいね。30日おめでとう。まだ15分経ってないよね。でもみんなカラコンつけても気づかないでしょ。気づくの？本当？ナチュラルのつけたら、ひなちゃんね、まんま大きいのつけない頃気づかないんじゃない？
は裸眼でいい感じ。そう、メイクいい感じでしょ。この顔可愛くない？ちょっとブサイクかも。いや多分レビアつけてる時はみんな気づいてなかったと思うんだよね。でもここでさ気づかないぐらいの大きさだったら意味ないだろうと思うでしょ。それがさ意外に意味あるんよ。いっちゃんかわいい、ほんまに変顔またしちゃう。どうしよう、こんなに垂れ目だったらそう気づかないぐらいの大きさだったら意味ないだろうと思うでしょ。それが意味あるねん。でもさ写真さみんなでやっとった時にさカラコンしてた方がちょっと可愛いじゃないですか、やっぱって思うの。でもワンデー使うのはちょっともったいないなって思うんですよ。そうみんながしてるから差が出るってこと。で本当にこれはあの謙遜してるとかじゃなくて本当に私目ちっちゃいの思ったより。だからさこんなにまつげ、今日さ下まつげもやったの見て。普段下まつげなんかさ全然何もしないんだけど今日下まつげやってみたの見て、綺麗、めっちゃさいい感じじゃない。いや本当に目大きくないんだよ。そうもう結構ガチで顔の比率に対して目本当に大きくないの。そうそんなことないよ。みんなの目もちゃんとあるんだよ。ひよちゃんの目も小さいの本当に。もうだって今日の朝ね起きてね鏡見たんですけど、あ今日鏡見たらね、顔がむくみすぎて原型がなかったのね。もう目が本当にこれしかなくて、今まつげしてるからできないけども、本当に目がびっくりしちゃってこんな顔自分じゃないなと思って一旦鏡見るのやめたぐらいには原型がなかったんだけどね。本当にだからカラコンね 13.5 以上なんか使った暁にはもう全顔みたいな顔になってしまうんですね。そう前髪切れ嘘やった。今日も前髪いい感じなの。ちょっと今日風強かったからパリパリ。今日の自分は何パーセント、今日は可愛く盛れたので 125% 自己肯定感上げ、今日いい感じでしょ。でもさなんか前髪長いとさ迷うんですけどさ、前髪今分けてるんですけどもういつ切ったらいいか分かんなくて、どれぐらいの長さが一番巻きやすい長さなのか分かんなくて完全に今切るタイミング失ってるんですよ前髪。あ、30日達成した、やった30日連続配信イエーイ、記念すべき今日記念デー、イエーイ、ありがとう、おめおめありがとう。
かわいい？かわいいよ。いつまでも好きでいて約束よ。配信チケット？うん、でも使わないかな。でもそろそろパッツンにしようかなって思ってる気がある。なんか昨日いい推し、昨日だよね、昨日ね、いい推しの日、昨日いい推しの日で写真あげたじゃないですか。夢見てごめんな。そう、昨日あげたんですけど夢見てごめん。あの日私前日に調子乗って前髪切りすぎて、本当にあれメイクさんにめっちゃもうおでこスレスレなぐらいまでに前髪伸ばしてもらって、ギリ眉毛ぐらいだったんですよ。ってぐらい眉毛切りすぎちゃったんですね、あの MV の前日に。私もう結構絶対絶命だったんです。 MV の日おんまゆになっちゃって焦った。そう、だからパッツンにするか分けるか。でもそろそろパッツンもしたいなってお気持ちもあるんですね。ちょっとみんな飽きてきてない？この前髪ちょっと飽きてこない？パッツン好き、両方楽しめる長さない。私の前髪にはないですね、その長さ。おでこがあんまり広くないので、ちょっとでも長いとパッツンの時に丸めなきゃいけないんですけど、丸めた時に微妙なんですよ、すごい私のおでこ。てか本当にでも今前髪長くて、もう目下ぐらいまでは伸びてるんです。だからそろそろ切りたいんです。でもこの分けの長さどれぐらいがいいのか分かんなくて、切り時が分かんないんですね。我々は全然飽きてないけど、ひなのちゃんが飽きてる説。そう、正解、大正解。飽きてるんですね。うん、でもなんかやっぱアイドル前髪の方が結構あれじゃない？みんな好きな感じしない？昇格したら髪型どうしたい？でもアンネームでいろんな髪型できちゃってるから、なんかちょっと欲望が薄れてきました。なんか100周回って結構ストレート好きみたいな今ある。まあ、もちろんあのヘアメイクできるならしますけどね。うん、でもツインテールかな、やっぱ。いや巻き下ろしみんな言うじゃん。いや巻き下ろしいいなって思うんだけど、なんか私巻き下ろしさ、なんか髪邪魔だなって思っちゃうんだよね。そう、なんか結びちょっと湯がきたくなっちゃう、耳出したり。なんかこのまま巻き下ろしは鬱陶しくてちょっとできないんだよね。ストレートが一番好みね。みんな結構さ、ストレート好きな人もいるよね。でもやっぱチンテール好きなんだよね。でも髪切りたいかも。髪切りたい気持ちもあるんさ。ボブにしたいな。どう？ボブ。
うまくボブできない、できない。どうやってやるのボブ。こんな感じ。ボブ再現できない。こんな感じ。どう、ボブに見える、ボブに見えるこれ。いやちょっとボブもありだなって思っちゃった。かわいい、見えなくもない。そうだよね、あんまり見えないよね。どう、ボブっぽく見えませんこれ。でもロングが好きだな。そういえばあ、これ言っちゃダメか、いっか、でもいっか。この前やっとさシュープレイさんの撮影してきたんですよ、デジタルのあのやつ。やっと遅かった、全然好き。なんかさ一番最初のさシュープレのさ、そう令和に生きる、そうあれのさなんていうんですか、タイトルみたいな、なんていうのやりますよみたいなやつあったじゃないですか。私あれのやつに行ってさ、4人のやつ、ゆうきさんとそらさんとあとあずと4人のやつね、最初のそう初めてのやつのいたのに、いつのにスケジュールが合わなすぎて、合わなすぎて、やっと、ね、私もさ、私だけお蔵入りかと思ってた。そう、グラビアっぽいやつ。グラビア。スケジュールがなかなか合わなくて、撮ったんです。やっと。ね、私もなんか、出れないのかと思ってたけど、そう、なかなかいい感じのスケジュールが合わなくてだったんだけど、やっとパシャパシャできたので。そう。結構いい感じに撮れたはず。可愛かった。あんな感じの衣装でしたね。可愛かった。そう。いい感じ。個人的に結構いい感じかも。そう、いい感じの写真撮れてる気がする。ちょっとカメラマンさんに見せてもらったけど、本校わかんない、どれ使われてるかわかんないけど、結構写真漏れてた気がするんだよね。うん、雑誌出たいな。ね、なんかいろんな雑誌に出たい。何っぽいかな、ひなちゃん。何っぽいんだろう。そう。雑誌なんか何っぽい、ビスとかキャンキャンとかノンノとか、そうあるじゃないですか。どれっぽいかな。ラルムね。すごい身長伸びればいいな。まだもう伸びないかな。身長測りたいな。何センチなんだろう。
身長何センチなんだろう私。163か4はあるはずなんだけど、165になってないかな。伸びてたら嬉しいんだけど。自称164。でも4ギリない気がするんだよね。いやでも165ない気もするんだよね。うん。でも私やっぱ身長めっちゃ大きく見られるんですよ。そんなに大きくないんだけど、そう165あるかないかぐらいなんだけど。みんな何センチ身長。ゆいちは全然抜かれてない。まあゆいち伸びてるけど160ぐらいかな。みんな何センチね。170ある雰囲気出てるよね。私キロメ170km さすがやな。でかっ。もうパリを手に負えないぐらいのパリコレモデルだね。パリをも手に負えないパリコレモデル。3m パリコレやな。調子いいと170わかんの。まあ調子いい日あるよね。あずちゃんとどっちが高い？断然私。あずそんな大きくないからね。まあどんな身長も素敵だけど。ねえねえ、じゃあさ、こじはるさんのさ写真集のさ、どこがいいか、どの写真がいいか言っていい？見せないけど、見せないけど、どれがいいか言ってあげる。かじまさんの写真集これね、どれがいいか言ってあげる。まあ、ひなちゃん的には全部好きなんですけど、特にこの写真が好きなんですね。いやまあ正直ランキングは決められない、ランキングは決められないんだが、しかしよ、見せられそう。ランキングは正直つけがたい。つけるにはちょっと全てが良すぎるから。どこ行ったっけあの写真。待って、見つかんない。いや待って、このさ T シャツ着てるのも可愛い。あーこれ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 なんか好きこれなんか好きですね。この写真はの写真ですね。この写真いいですね。の顔がいいですね。ここの両面結構服も好きだし、なんか髪型と顔も結構セルフ再現してる。そう好きなんですね。水着は言わずもがな素敵なんですけど、あとこのピンクの衣装がもうめっちゃ似合ってる。ピンクとかちょっとピグレット。なぜピグレットだった。嘘、ピグレットはこれね、口角下がってるから。ピグレットはこれなの。あーいいね。いや私小島さんのピンクがやっぱり好きですね。ピンク、赤とかピンクとか鮮やかな色を着てる小島さんめっちゃ好きですね。うん、ピンクが似合う。いやのね、笑ってる顔が好きです。あー白い衣装いいわ。やっぱかわいい、足綺麗、スタイルよ。
わあ、素敵。いや、素敵ですね。あ、これこれこれすごい、これすごいってな感じなんですよ。この衣装、このさ、裏表紙のピンクのさ、小島さんがさ、いや、ピンクやっぱめっちゃ似合うですね。表紙も素敵なんですけど、言わずもがなね、表紙も素敵なんですが、いや、あ、待って、あ、これめっちゃ可愛いわ。一番最後の裏表紙の裏側なんていうの、わーわー、素敵、素敵です。ランキング読ませていただきます。ランキング読みます。間違えた、そう、シャンパン持ってるやつ読みます。これランキングまた変わらない？一旦待ってみるね。57になる。でもそんなことしたらランキング読み終われないから読みます。13位、ジーマサさん、ありがとうございました。12位、ケイ君、ありがとうございました。11位、タヌチさん、ありがとうございました。10位、ユイトさん、ありがとうございました。9位、SK さん、ありがとうございました。8位、モモの旦那さん、ありがとうございました。7位、ツナちゃん、ありがとうございました。6位、ユイチさん、ありがとうございました。5位、まなみちゃん、ありがとうございました。4位、 DD ジュンさん、ありがとうございました。3位、356たけさん、ありがとうございました。2位、伊藤さとしさん、ありがとうございました。1位、関根さん、ありがとうございました。ありがとうございました。よし、みんなありがとうございました。じゃあね、明日もありますので、そう、アネームのやつね、髪型はこんな感じ。明日はね、ゲームこの後します。もう物資不足してるけど、クラン狩猟本部20に上げられそう。ちょっとでも、あの、資源がないから気長に資源集めします。そう、明日は19時から渋谷の HMV さんで、5階かな6階かな5階だっけ、でイベントします。待ってるね。あと握手会、ツーショット写メ会とか、オンライン写真会のオンラインの、あの、第4販売が始まりました。11月分はもう販売終了しちゃったんですけど、12月1月はい、販売してますので、ぜひぜひ気になってる方、少しでも会いに来てくれたら嬉しいです。じゃあね、ひなちゃんは写真集見てニヤニヤしながらゲームします。素敵、バイバーイ、おやす、ゲームするからね。なんだと、敵が来てる？あ、やばいやばいやばい。行きます。バイバイ。ゲームしてくる。